ゴールデンウィーク最終日の関東はすっきりしない空で、午後は雨の降るところもありそうでしょうか。そうですね、ギリギリ持つかな、内車は持たないかなっていう、はい、結構微妙なところなんですね、うん、はい。で明日のちょっと天気図から見ていきたいと思うんですけども、明日は、関東前半はこの高気圧の影響下に入るんですね、はい、晴れ間出ると思うんですが、だんだんこの低気圧から伸びる寒冷前線が近づいてくるというふうになります。ちょっと風の状況も重ねてみますと、うん、結構ですね、西の方、前線、雨の近くでは風が強いんですね、はい。このような条件の中でこの高気圧、低気圧の動きというのを注目していただければと思います、はい。ではどんなふうにこの西からやってくるこの雨雲ですね、関東に近づくのかということなんですが、近畿エリアまでは寒冷前線順調に進んでくるような形になるんですが、東海を過ぎたあたり、これ明日の夕方ですね、あたりから少しこう、ね、前線がぼやけてくるような形になるんですね、はい。でこのことによって関東エリアにかかる雨なんですけども、このギリギリかかるかかからないかっていうような状況になってきそうなんですね、うん。ということはどういうことかと言いますと、天気は一応下り坂ではあるんですね、はい。ですから全国の天気で見ていきますと、西からそして北から雨のアイコンつくんですが、東京を見ていただきますと晴れのち曇りというような状況になっているんですね、はい。この曇りの中に雨がつくとしても夜遅い段階で、一時的なものというふうな見方ができるかと思います、はい。まあ、日中の時間帯は雨なしで済むのかなっていうところですけどね、はい。結構微妙なタイミングにはなってくると思いますので、明日午後以降関東エリアで、お出かけ想定されている方は、はい、今午後からちょっとレーダーを見ていただければと思います、はい。あと日中の気温は今日までの暑さというのはどうもなくなりそうですね、はい。わかりました。服装であったり、ね、こう雨の降り出しなどに気をつけてお過ごしください。最新の気象情報はお天気アプリウェザーニュースからご確認いただけます。